野山の緑も鮮やかさを増す6月。岩手山の山麓に軽やかな鈴の音を響かせ、きらびやかな装束をまとった100頭もの馬っ子が練り歩きます。馬を愛する心、馬を大切にする信仰から生まれたこの行事は、馬につけられた鈴の音がシャングシャグと鳴り響くことから、いつの頃からかチャグチャグ馬っ子と呼ばれるようになりました。岩手県滝沢村、県と盛岡市の北西に隣接し、田園風景が広がる滝沢村は農業が盛んに行われる地域です。その一方、盛岡のベッドタウンとして新興住宅地の開発が進み、人口の増大が図られ、平成22年6月現在、滝沢村の人口はおよそ5万3000人で、全国で最も人口の多い村として知られています。滝沢村は大昔から馬産地でした。半世時代、南部藩では領内に多くの牧場を置いて南部馬の生産を盛んに行っていました。農耕馬として農民と深いつながりを持つようになったのは寛政年間頃からで、江戸時代、滝沢村馬屋敷一帯には南部藩が営んでいた放牧地があり、多くの馬を産していました。農業を営む上で馬は重要な役割を果たすようになりました。畑を耕す、田打ちに代かき、材木を運ぶなど、多くの作業を馬の力に頼っていました。そのため馬は大切にされていたのです。こうして培われてきた愛馬精神から自然に生まれたのが、馬の守り神である駒形神社や宗前神社を祀る信仰です。盛岡地方では岩手山麓の滝沢村鬼越宗前神社が信仰の中心になり、お宗前様と呼ばれています。鬼越宗前神社は慶長2年馬屋敷に祀られましたが、享保6年に鬼越峠の中腹に移り、明治43年に神社が火災で焼失し、明治44年再建するにあたり現在の鵜飼に移転したものです。昔から願い事をする時や願いが叶った時にはお礼として神社に絵馬を奉納する習わしがありました。鬼越宗前神社には奉納された絵馬が今も大切に残されています。こうしたお宗前様への熱い信仰から、いつしか端午の節句には農家は仕事を休み、馬を連れてお宗前様にお参りをして無病息災を祈る風習が生まれました。こうした農民の馬を愛する思いから、チャグチャグ馬っ子は誕生しました。岩手山にまだ雪が残る5月、倉掛山中腹に里より遅くカタクリの花が一面に咲き揃います。滝沢村の馬たちにとって待ちに待った季節を迎えます。放牧が始まるのです。滝沢村大沢藤倉菊次さんの馬も春に出産した子馬とともに放牧の日を迎えました。家族同様に生活をしている馬とのしばしのお別れです。藤倉菊次さんの家は岩手の原風景をそのままに残すかやぶき屋根の南部曲がり屋。
明治27年に建てられたもので、今では数少ない南部曲屋です。南部曲屋にはやっぱり馬がいないといけないと、現在も藤倉さんは曲屋で馬と一緒に生活をしています。昔、南部領の農民は田畑五反部およそ50アールにつき1頭の馬を飼うのがしきたりで、朝夕家族同様に暮らす習俗として南部曲屋が生まれました。曲屋は土間を隔てて家族の居間と馬屋が続き、常に馬の様子を見ることができる構造になっています。また馬は暑さを嫌うため、北風を入れるための北窓が必ずつけられているのも曲屋の特徴の一つです。一つ屋根のもとに人と馬とが寝起きを共にするという、馬に寄せる愛情の深さが一角ではないことを示しています。滝沢村鵜飼の村営愛の沢牧野には、毎年チャグチャグ馬っ子に参加する馬が放牧されます。藤倉菊次さんの馬も広い牧野に放たれ、気持ちよさそうに駆け回ります。滝沢村や盛岡市、雫石町、矢巾町からこの年45頭の馬が放され、10月下旬までこの牧野で過ごします。草をはみ、牧草地を駆け回る馬たちにとって、広い牧野はストレスのない最高の環境のようです。滝沢村滝沢馬っ子パーク岩手、ここに間もなく出産を迎える母馬がいました。村有馬紅白です。紅白は平成20年に北海道から滝沢村に迎え入れられた村所有の馬です。紅白は滝沢村商工観光課に席を置き、村の PR 推進員としてチャグチャグ馬っ子はもちろん、さまざまなイベントで活躍しています。この年は出産のためチャグチャグ馬っ子への参加はお休みしました。元気な赤ちゃんの誕生をみんなが望んでいます。チャグチャグ馬っ子の2週間前、チャグチャグ馬っ子同好会滝沢支部長の藤倉百松さんと、滝沢支部事務局長の徳田和幸さんが盛岡八幡宮にチャグチャグ馬っ子の安全祈願に訪れました。盛岡八幡宮はチャグチャグ馬っ子行進の終点となる神社です。長い道中、馬も人も無事にチャグチャグ馬っ子を追われることを祈ります。同じ日、南部盛岡チャグチャグ馬っ子同好会保存会の全体会議が行われました。チャグチャグ馬っ子の仲間たちが1年ぶりに顔を合わせます。チャグチャグ馬っ子は盛岡支部、矢巾支部、滝沢支部の3支部で構成するチャグチャグ馬っ子同好会と、盛岡市、矢巾町、滝沢村の3市町村で構成するチャグチャグ馬っ子保存会との2つの組織で実施されます。盛岡支部が23頭、矢巾支部が19頭、滝沢支部が40頭、合計82頭の申し込みをいただいて、ここに載せてございます。会議では、危険防止、行進の順序、参加者の衣装など、細部にわたり確認されます。伝統行事チャグチャグ馬っ子の形を崩さないための重要な話し合いなのです。滝沢村大沢の工藤孝則さんの庭に若駒が係留されています。
メス4歳のさくらです。さくらは今年初めてチャグチャグ馬っ子に参加することになりました。心配だから4回ぐらい練習して、それで当日で宇治で生まれたのを、それで後継ぎするのと、ね、さくらは工藤家のチャグチャグ馬っ子を継いでもらう後継馬です。装束をつけて落ち着いて長い道のりを歩けるのか、高典さんは少し不安です。高典さんの家は古くから農耕馬を飼っていた家で、チャグチャグ馬っ子には先代から数えると64回参加しています。高典さんの父初次さんの古いチャグチャグ馬っ子の写真が残されていました。前にすればおじいさん、けどこれあなんか親がちょっとダイエーどうかって言うんだよね、好きにって言うダイエー今だばあの親もちょ全然何もものね、うん、全然何もものがない建物、建物昭和18年17、18年の写真だ。昭和17年頃に撮影されたこの写真には、兵隊さんたちがチャグチャグ馬っ子を見物している様子が映されています。当時の様子を知ることのできる貴重な写真です。高典さんの息子光さんは2歳の頃から父と一緒にチャグチャグ馬っ子に参加しています。自分もちっちゃい時から出てて、もう気づいた時にはもう一緒に暮らしてたようなものなので、まあ、自分の代になっても自分の代だけでもまず自分より下の世代は分からないんですけども、自分の代だけでもまず続けていきたいなとは思ってます。高典さんの父初次さんから数えると光さんは3代目にあたります。親から子へと代々チャグチャグ馬っ子は継承されてきています。チャグチャグ馬っ子の開催直前には、滝沢村村内で毎年さまざまなイベントが開催されます。滝沢ニュータウンではチャグチャグ馬っ子祭りが開催、本物のチャグチャグ馬っ子も登場し乗って写真を撮ったり、さまざまな催し物で会場は1万人を超える人でにぎわいます。チャグチャグ馬っ子の行列が移動の途中で滝沢中央病院を訪問しました。沿道でチャグチャグ馬っ子を見ることができない入院中の方のために馬っ子自らの訪問です。おばあちゃんたちが懐かしそうに馬っ子を見ています。今年初参加する工藤孝則さんのさくらも装束をつけて病院を訪問していました。落ち着いた表情です。本番のチャグチャグ馬っ子もこの調子でいければいいですね。開催3日前にはチャグチャグ馬っ子が滝沢村内の幼稚園や老人介護施設を訪問します。チャグチャグ馬っ子が登場すると子どもたちも大はしゃぎ、そしてその大きさに驚いています。地域の人たちにとってチャグチャグ馬っ子は単に伝統行事ということだけではなく、アイドル的に愛されている存在なのです。チャグチャグ馬っ子当日の朝を迎えました。滝沢村大沢南部曲り屋の藤倉菊次さんの馬もこの日は放牧から戻っていました。おっ、これ上がった。
はい、はい、よしよし。一年に一度の、あの、おしゃれだから。一年に一度のおしゃれだから。南部曲がり屋とチャグチャグ馬っ子、これぞ滝沢村の誇る風景です。今年はあの、まんじゅうもきれいに作り直しましたのでね、いつもと違って晴れやかでございます。滝沢村大釜、菊池吉蔵さん、和夫さんの家でも家族総出でチャグチャグ馬っ子の準備をしています。馬っ子の乗り手を務めるお孫さんは綺麗な祭りのお化粧をします。馬っ子だけではなく乗り手や引き手もチャグチャグ馬っ子では主役なのです。滝沢村鵜飼、藤倉耕作さんの家からは、耕作さん、息子の孝之さん、孫の弥生さんと3世代での参加です。うせてるよ、まなつさん。今はうせてる。いいか、せーの。はいはいはい。いいか、まだ。もう一丁や。よいしょ。はい。おや。それで溶けるか、溶けにか。よいしょ。よいしょ。こっちが後ろだな。5年前から父、息子、孫と3代でチャグチャグ馬っ子を引いてきました。チャグチャグ馬っ子を私たちがいなくなっても後継していくために、それが目的で3世代でやっています。それで今私と息子と孫、この3世代でやっています。息子2代目、孫3代目、3世代です。今ここに何かこうもこっとしてられながらそれで間になる、うん、そうすれば 4世代になると思います。滝沢村鵜飼、大坪昇さんの厩舎からは8頭の馬がチャグチャグ馬っ子に参加します。厩舎には朝早くから同好会メンバーがそれぞれの装束を持って集まってきます。一年で一番厩舎が賑やかに、そして華やかになる朝です。正月みたいなもんだな馬も好き、ちゃみちゃん馬っ子も好きと、あと子供たちが喜ぶと、そういうのを見ればなおさら気分が良くなると、そういうわけです。滝沢村鵜飼、三上もよさんのお宅の前に集まった馬っ子たちは装束の着付けが終わったようです。華やかで、そして勇壮なチャグチャグ馬っ子のいでたちです。それぞれの馬っ子が滝沢鬼越宗前神社へ向かいます。
朝8時、滝沢村鵜飼の鬼越宗前神社には大勢の人が集まっています。チャグチャグ馬っ子と子馬、役員馬を合わせ100頭以上の馬っ子が境内に集まってきます。鮮やかな装束を身にまとったチャグチャグ馬っ子はこの年、盛岡から23頭、矢巾町から19頭、滝沢村から40頭が参加します。宗前神社に入った馬っ子はまず神社に参拝します。馬体安全、馬や繁盛を祈った昔通りにお宗前様に向かい手を合わせ祈ります。馬っ子もお宗前様の前では神妙な面持ちです。馬のまず安全ご祈祷する、そういうことです。今日は2回目なので大丈夫でした。ああ、皆さん本当にこの辺の天気者医院の皆さん、お客さんよ、たくさん次々とな変わりがある天国のお客さん来てもらうの本当にありがとうございます。チャグチャグ馬っ子の出発前、宗前神社の境内に軽快なお囃子が鳴り渡ります。滝沢駒踊りです。この駒踊りは豊年祭の踊りとして昭和12年紫竹牧場が滝沢村内に移転したのに伴い、その牧場に勤める方々によって伝えられたのが始まりとされています。野に放牧している馬の動作を踊りで表現したもので、子どもたちだけで踊られる珍しいものです。毎年チャグチャグ馬っ子の際には鬼越宗前神社にこの駒踊りを奉納して花を添えています。厳粛な祈りが終わり、祭りのハイライト、パレードに移ります。パレードが鬼越宗前神社をスタートしました。チャグチャグ馬っ子のパレードは鬼越宗前神社から盛岡八幡宮までのおよそ15キロメートルの道中を鈴の音を響かせて練り歩きます。今日のように盛岡八幡宮まで参詣するようになったのは昭和5年秩父宮殿下が来建されてからだといいます。盛岡に滞在中、宗前祭りと重なったことから、その光景をお目にかけようと馬産関係者の呼びかけで
八幡宮の神前馬場に集合させたのが始まりです。それまでは鬼越宗前神社に参詣し絵馬を奉納した後はそれぞれ帰路につくのが習わしでした。チャグチャグマッコは第二次世界大戦の影響で中断された時期もありましたが、昭和26年には保存会結成とともに本格的に復活。昭和33年からは田植えの時期にあたる旧暦5月5日を新暦の6月15日に改め実施されました。その後観光行事としても普及したことから平成13年から6月の第2土曜日の開催になっています。鬼越宗前神社を一頭ずつ数珠つなぎのように出発した馬子たちはのどかな田園地帯へと踏み出します。総勢100頭ともなるとパレードの長さは時に500メートル以上にもなります。田園の中チャグチャグという鈴の音に蹄鉄の乾いた音が重なります。チャグチャグ馬子は馬産地南部の馬の勤労を感謝する祭りとして昭和53年に国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財として選択されました。また平成8年には鈴の音、鳴り輪の音、蹄鉄の音の調和音が環境省の残したい日本の音風景100選に選ばれています。色鮮やかな装束に身をまとった馬の行列は勇壮なものです。チャグチャグ馬子を見ようと沿道には大勢の人々が集まります。チャグチャグ馬子の装束は南部藩主の参勤交代で活躍する御用馬が着用した小荷田装束に由来します。小荷田とは大名行列の輸送隊のことで、馬は将軍家の献上品や物資を背負っていました。農村の馬産家たちは藩に馬を提供する務めを担い、その褒美として馬が着用した小荷田装束を拝領する幸運に恵まれました。それが家の名誉となり、やがて宗前参りの馬っ子に着せるようになりました。こうしてチャグチャグ馬っ子装束の原型が出来上がったとされています。馬っ子たちが盛岡市の青山町に入るともう辺りは町の中です。近年は近郊の都市化が進み、パレードの大半は住宅地や商業地の中になりました。宗前神社を出てから1時間半、青山町商店街で
行列は休憩に入ります。藤倉耕作さんの馬の装束もとても華やかです。実はこの装束、50年前に耕作さんが作ったものなのです。小荷田装束と同様に麻の素材で作るのが耕作さんの特徴です。私が最初作った時は昔は何にもなくてこういうのでやったんだなと思っておったんです。やっぱり朝というのはね、理由があります。まとわれすぎません。光沢があります。色が冷めません。それで朝にこだわっている理由はそれです。耕作さんは蔵から出てきた江戸時代に編まれたといわれる亀甲編みの装束をほぐし、その編み方を解読し、7年をかけて自分の装束を編み上げました。これまでに11頭分の装束を作った藤倉耕作さんは、現在12番目の装束の製作に取り組んでいます。チャグチャグ馬っ子初参加のさくらもここまで順調に更新してきました。初めてとは思えない華麗な姿です。思ったよりは大丈夫そうなので、この前何回か来てて慣れたのもあるんでしょうけど、ちょっとたまにはこう驚くと困るんだけども、大丈夫ですか。馬っ子たちは引き手である家族に導かれ、まさに人馬一体、阿吽の呼吸で歩き続けます。チャグチャグ馬っ子は正午ごろには北上川に架かる夕ヶ瀬橋を渡り材木町に入ります。チャグチャグ馬っ子の背に乗った姉っ子姿の女性や子供が沿道の観衆に向かって手を振り、祭りを一段と盛り上げています。チャグチャグ馬っ子の伝統を守るため、引き手乗り手の衣装には厳しい決まりがあります。の反転、それからズボンというふうな黒装束で、統一しているよというふうなことですね。で、この男の人運で差しとかですね、そして帽子は私はこう今志賀さんのために頑張っているんですが、これをつけない場合はこのあれに捻挫で半巻きするというようにこの何たてどつ側つけねばねというふうなことになっています。それからこの人数の半ズマギについても耳より上にこの結び目を持ってくるというふうなことですね。靴についても黒仕方で、あるいはこういうふうな黒ズックというかね、そういうふうな形で統一するというふうなことで男のスタイルがなっていました。もちろんこの腹でもそうですけれども、そういうふうなことにするので、男性はその通りと思いますね。女性については存続した猫というふうなことで野良着姿というふうなことになるんですけれども、隣の存続市長が、発祥の地 の女性の姿なわけですが、日傘というかこの傘はいろいろの傘の種類もあるんですが、鈴木さんにこの傘はこういうふうにここが平らになっているよというふうなことを、いろいろ重ねてこの富士と谷中からしているのはあるわけですけれども、それはダメですということで、こういうふうな傘でなきゃダメですということです。さらに編み子かぶるというふうなことにこのマミシンボルであるんですが、これを付けですの上に傘をかぶるんだというふうなことが女子の服装というふうなことになります。こういうふうなかするなわけですけれども、こういうふうな白に丸いのというふうなことで統率を取っていると、いかぎどが
というふうなことで撮ってましたし、あとは鉄骨っていうんですか、女性の姿は鉄骨をつけなきゃなんねえと。だからこれは大人であろうと子供であろうと、男は男のスタイルになると、女子は女子のスタイルに統率とりますよというふうなことで一生懸命まず頑張っているところでした。チャゲチャゲマッコのスタイルはこういうふうなスタイルでした。で女性のワランジなわけですけどもね、ワランジかあるいは草履、それを剥ぐというふうなことになってました。女のスタイルは盛岡駅前を出た馬っ子たちは沿道の観衆に見守られ、大通り商店街や中央通りの官庁街を回ります。官庁街を抜けた馬っ子たちの行列は、盛岡八幡宮へと向かうグループと中津川河川敷へと向かうグループに分かれます。チャグチャグ馬っ子に訪れる大勢の観光客の皆さんに、チャグチャグ馬っ子をたっぷりと見ていただくために2つの終点会場を設けています。この年は滝沢村の終点は中津川河川敷、係留された滝沢のチャグチャグ馬っ子は壮観なものです。長い道のりを行進した馬も人もどの顔にも笑顔があります。あれ、子馬は疲れたのか眠り込んでしまいました。初めて参加した工藤さんのさくらも無事に大役を終えることができたようです。そんな暴れるって言うんでもないんですよ。ちょっと驚いたぐらいでね、ちょっとやったのだって初めてにしては、それ以上やる間もあるからね、最高。長くやってもらえるとは思います、楽しかったな。楽しかったり、かなみだり。1年に1回のチャゲチャゲ馬っ子ですから、そのために馬を飼ってるわけです。ですからね、クズでは表せない最高の気分ですよ。親父がずっとやってきたことだからね、私もできるんであればできる限りやりたいなと思ってます。まあ、娘も協力してくれるからね、まあ、やれるだけやろうかなと思ってました。ですね、もうチャグチャグ馬っ子というよりも1年に1回家族が全員集まるなんか大行事というか、そういうのでやっぱり楽しみにして来年からも頑張っていこうと思ってます。馬をですね、奉納するというか、まあ、そのもののお祭りなわけですよね。で、こう馬を連れて家族と一緒に行進する、ただ鈴つけて歩いてるだけじゃなくて、奉納するというその崇高なそういうお祭りですね。だからこう岩手の文化として長く保存継承していきたいですよね。
一方、中津川に寄らない馬っ子たちは一路盛岡八幡宮を目指します。レンガ造りの岩手銀行中野橋支店前を通り、八幡町商店街を抜けて終点八幡宮に到着です。チャグチャグ馬っ子15キロメートルのパレード全行程の終了です。きらびやかな装束をまとい、チャグチャグという独特の音色を沿道に響かせて歩いた馬の行列、チャグチャグ馬っ子。馬への愛情が伝わってくる温かい祭りです。おかげさんで皆さんのご協力ありがとうございました。こういうふうな天気は毎年こういうの続くように祈っているところだ。この弾間の軍事ささん本当に感謝しているところです。チャグチャグ馬っ子が終わり、馬っ子たちは愛の沢牧野の草原に放されます。あれ、はい、ご苦労さん、ご苦労さん。滝沢の馬たちも秋が深まる10月末までこの草原でのんびりと過ごすことになります。チャグチャグ馬っ子が終わった4日後、6月16日、馬っ子パーク岩手に新たな命が産声を上げていました。孫遊馬紅白が栗毛のオスの子馬を出産したのです。馬は生まれて1時間ほどで自力で立ち上がりますが、子馬はなかなか立ち上がることができません。前足の足首に力が入らないようです。馬の場合は4本、子馬の鞍を4本のうち 1,2 本悪いのはごく当たり前なので、まあ2ヶ月もしないうちにきちんと治ります。お願い、お利口さんだよ。獣医さんや関係者の介護により、数ヶ月後には元気な姿を見せてくれました。名前は公募により宮城県の岡山純子さんの案が採用され、白輪と命名されました。母馬の紅白の白とチャグチャグ馬っ子をイメージさせる鈴から命名されました。子馬の白輪も母馬紅白と一緒にさまざまなイベントに参加しています。この日は滝沢村産業祭りで大勢の人と記念撮影です。平成23年元旦、チャグチャグ馬っ子たちが一面真っ白な雪の中を進みます。鬼越草前神社へ初詣に行くのです。馬っ子の行列の中に紅白、白輪親子の姿がありました。初めてのお草前様参りで白輪はどんなことを祈ったのでしょう。生まれて6ヶ月ちょいと過ぎましたけども、今日これが終わったらですね、もう離乳します。お母さんから話しますね。もう来年、ちゃぐちゃマックとかですね、使えればね、いいなと思っていますけども、親子2頭ですね、出れればすごく楽しいなと思っております。こうした若駒たちが未来へチャグチャグ馬っ子をつなぐという大切な役割を担っているのです。これも溶けてるの？溶いたな。
平成22年6月現在、滝沢村内でチャグチャグ馬っ子に参加する馬を飼育している家は10個。滝沢村二沢瀬で馬を飼育している斉藤義正さんは生産者の一人です。20年間でおよそ50頭もの馬を生産し、馬馬競争やチャグチャグ馬っ子に出馬させてきました。調教は馬を飼育する上で大切なことで、冬場は欠かすことなく毎日行われます。運動してやらないと難産になるから、まずチャグチャグ馬っ子をやろうとするために馬を生産するわけです。万抜のやってるわけですよ。それで毎年こう生まれてきた馬を直教して競争にも出して、それをやるとね、馬がおとなしくなるんですよ。それによってちゃむちゃ馬も使うわけです。生まれた去年生まれたんだけどね。毎年8頭以上もの馬をチャグチャグ馬っ子に参加させている斉藤さんは、体が続く限り馬の生産飼育を続けていくつもりですが、後継者がいないのも現実です。後継者維持はチャグチャグ馬っ子にとって大きな課題になっています。チャグチャグ馬っ子の装束の作り方、編み方を後世につないでいくのも重要なことです。チャグチャグ馬っ子同好会滝沢支部では、装束作りの技術の伝承と後継者の育成を目的に装束作り講習会を開催しています。藤倉耕作さんの指導のもと、多くの関係者が装束作りに取り組んでいます。ガーンこうずっとやって、ここへ来たらな、ピチッとこうやらないとこういうふうにきれいにならないから。馬の飼育環境の問題など、現代社会の中においてチャグチャグ馬っ子を維持保存していくのは難しいことです。代々継がれてきた伝統を絶やしてはいけないという人々の熱意がチャグチャグ馬っ子をつないでいます。滝沢鬼越宗前神社から盛岡八幡宮までのおよそ15キロメートルの道のりを勇壮に、そして華やかに練り歩いたチャグチャグ馬っ子、馬産地岩手の長い歴史の上に花開いた祭りです。昔ながらに馬を育て、愛する馬の無病息災をお宗前様に祈る、この地に代々伝えられてきた人々の祈りが形になった馬の祭り、チャグチャグ馬っ子、これからも絶やすことなく守っていかなければなりません。